1983年8月に浸水されていますから、もう40年が経つ船なんですけどね。前塗装リメイクされていますから、すごく見栄えがいいんです。デッキの上もすごく頑丈でした。全長は約15メーターちょっと、幅が 3.2 メーターぐらいありました。油圧のキャプスタン、ガンガン動くそうです。めちゃくちゃ深い。全部これは収納ですね。この船にはいけすはありません。これなんだろう。サイドデッキの幅は54センチです。すごく広いですね。油圧シリンダー、シャフト、プロペラまで新品だそうです。わ、これ扉新品になっとる。スーッと開くの新品。うわ、すげえ。これめっちゃお金かかってますよ。これここにね、いろいろなんか物もクーラーボックスだとか置けるスペースがありますよね。ほら、ここもこの扉も新品。まだビニールがかかってる。ほら、これ本当はね、剥いじゃった方がいいんですよ。固まったら取れなくなっちゃうから。中はこんな感じ。あは、前ここにね、窓がついてて、今はね埋めてあるんですよ、これね。これ LED のライト。こっちもね、これ塞いでる。あは、もう一つここに部屋があるんですね。結構奥まであります。2人ぐらいは余裕で寝れますね。あー、なるほど。そしてここがエンジンルーム、こうなってます。で、ここが、ここからがエンジンルーム。見て、ここも新品じゃん。ここも新品。ほら、ここがね、スポット取れるようになってるから、エンジンをメンテナンスするときはやりやすいよね。で、このこれをパコッと取って、よいしょ。これがこんなになるんだね。フォーデンのレーダーとフルノの GPS 魚探。アワーメーターはね、これどこかで交換されてるみたい。
これもまだ新品じゃん。じゃあエンジンスタート。三菱の最大550馬力エンジンが搭載されています。巻き網漁の火船で使っていたエンジンだそうです。オーバーホールの経験があるそうですよ。ただそのオーバーホールの時期や内容は不明です。このエンジンを再度整備して乗せ替えたそうです。ですからピッカピカに仕上げられています。内容はピストン、バルブ、ガスケット等を交換したり、オルタネーター、マフラー、ターボ、プーリー、エンジンオイルやインプラ、ベルト、ホース類などの消耗品も交換されたそうです。